久しぶり。新しいお客さんかしら。はじめまして、こちらのビストロの従業員をしているポーレットと言います。バンさんたちのお知り合いかしら。うん、まあそんなところかな。いや、人違いだったようだ。お嬢さん、君たち今日は失礼するよ。依頼料は後ほど口座に振り込んでおく。なんだかお疲れみたいですね。そろそろ開店ですし、お腹が空いているなら何か召し上がっていかれませんか。はあ、そのいいのかな。もちろん、モンマルトはどんなお客様も大歓迎ですから。バンさんたちもどうぞ。今ならすぐにまかないも用意できるわ。なんて美味しいんだ。ちょっとしょっぱいけど。おい、ポーレット。ん？何よ、お父さん。いや、ねえねえ、おじさん、なんで泣いてるの？
の影響を受けた。そしてわざわざ力を貸してあげてるだけよ。言っておくけど、過度な使用はになるから。殿下にバーゼル理科大学のハミルトン博士、そしてクーロングループのファンルート、ある人の共同招待という形になるわね。東の温泉郷ロンライで五つ星旅館として名高い壁山楼、その2泊3日の宿泊チケットをあなたたち全員に送らせてもらうわ。Thank you.
お主はどうも真の置き所が人と違うようだ。まるで世に己が居場所はないと最初から諦めているような。だが、私に言わせればまだ青い。天地人がつながっていること、まずは身をもって実感するがよかろう。